じゃん。こんにちは。はい。さあ、豊さん。はい。豊さんの大好きな。誰だよ。梶谷選手です。あ、梶か。はい。梶と連絡取ってないの、そういえば。あ、あれ以来ですか。連絡もしてこないしな、あいつ。あの、まあ、怪我して。まあ、まあ、怪我したから、まあ、手術したよな。そうですよね。まあ、腰の手術ということでね。で、その梶谷選手、あ、久しぶりにネットのニュースの名前あると思ったら、巨人が梶谷選手、中川選手、高橋選手ら大量11選手を自由契約、全員育成再契約へと。これいや俺あの伊能がクビになったからさ、はい、あれ梶谷ももういよいよクビになったかと思ったら、いや私もそうなんですよ。まあ育成契約でね。そうなんですよ。まあただまあこの流れっていうのは、はい、おそらく、うん、FA で人を取るのかなっていう、うん、28名をプロテクトするでしょ、はい、そこからやっぱ除外するには、はい、やっぱり育成にするしかないんだよねっていうことですよね。まあ多分そうだと思うんだけど、うん、まあ各球団、はい、やっぱそういうことはルール上できるよね、まあ、だってこれは、はい、だからそう育成にしてどうなの、ブロックができないから育成にするのって言っても、はい、だけどこれはルール上、うん、全然おかしくないことだし、はい、それができるんだったらやってもいいっていうことだから、はい、だからまあ前々からねそれはおかしな制度だなっていうふうには思ってたけどね。そうですね。まず育成っていうとやっぱ育てるっていう、だからまあ、まあ、例えば、はい、その戦力にならない、うん、まあ今から戦力になったってオフシーズンだからしょうがないんだけども、はい、まあ、あの育成にしてリハビリだとか、まあ、一軍のね、うん、戦力にならないということを判断した時には、はい、まあ、育成にはするんだろうけども、はい、まあ、だけどこの前ムクノギがね、はい、肘の手術をして育成契約になって、うん、まあ、一回契約を解除されたという、はい、まあ、そういうスタンス形を取るんだけども、はい、これは怪我の状況によってね、うん、焦らせないためにっていう、まあ、GM がね言ってたけども、はい、その登録されてると焦ってしまう、うん、で急いでしまうんじゃないか、まあ、ゆっくり直せと、はい、お前将来的にある人間だからということで、そういう配慮で育成になったけども、うん、FA の時のブロックって、はい、まあ、おそらく取るんだろうと思うんだけど、はい、まあ聞こえは良くないよね。でもこれはね、ジャイアンツに限ったことではなくて、はい、12球団そういうことが適用されるルールだから、はい、これはもう言ってもしょうがないよね。これルールって変えられないんですか。いや変えた方が俺はいいと思うよ。そうですね。例えばこういう怪我の選手が育成枠ではなく、例えば怪我人としての何かこう枠を作るとか。いやまあそれもかいくぐるよね。ああそうか、怪我してないけど怪我した風に見せて、そっちだからリハビリっていうようなね。あ、まあ、そういうことになるから、はい、これはね、まあ、制度の問題で、はい、だからその育成にしたから悪いとか、うん、ブロックしてるとか、まあ、そういう問題ではなくて、はい、ルール上これは許されてることだから、うん、まあ、許すよね。じゃあ例えば28人しかっていうのをそれを取っ払っちゃえばいろんな方をプロテクあのできるので、それではダメなんですかね。もう自由にすりゃいいんじゃないと思うよ。そうですよね。いや、ま、なんで上げなきゃいけないのって。あ、 FA で権利で契約が成立してるのに、うん、そこのところが選手が抜けるから一人なんで上げなきゃいけない。じゃあもらえる選手がなかったら金銭とか、うん、それじゃあね、うん、その制度っておかしいと思うよ。例えば、はい、FA で取ったら来年のドラフト1位を、ね、譲るとか。あ、だからそういう風な形を取った方がいいと思うよ。そうですね。そもそもこの28人で人的が始まったのって、ああ、そのお金を持ってる球団が根こそぎ持っていくのをちょっと防ごうねっていうことで、これが、まあそれもあるよな。ああ、うん、ただなんて言うんだろう、28人ってどういう少ないよね。少ないです、プロテクトするのが、はい、だからプロテクトも何もいらなくて、はい、やっぱり FA 選手を取ったら翌年のドラフト、うん、の1位の権利を譲るとか、はい、まあそういった方がいいよね。そうですね。だって1位が必ずしも活躍するとも思わないし、はい、で2位3位の選手だって相当スーパースターになってる人間たちだっているわけだから、はい、だからそっちの方がいいんじゃないの、うん、もうなんかさ商品価値としてめちゃくちゃいいって、うん、それがプロテクトから外されてるって、はい、それは取っていくよね。いきます。でもさ、うん、そのチームからすると、うん、せっかく育ってたのに、うん、じゃあ FA 取るなっていうことなんだけども、うん、はい、やっぱ FA も制度だし、はい、育成にするのも制度だし、だからそれをこううまい具合にすり寄せたら
俺は翌年のドラフト1位の権利をその取られた球団に渡すとかね、はい、でいいと思うけどな。そうですよね、うん、その28人で人が行ったら人をもらえるっていうのもなんかねこういう問題になっちゃう。ええ、してないのに持ってかれるんだからな。俺ええもしてないのに人的保障で、うん、いやだからちょっとそれはね俺はおかしいと思ってるんだよね。あだやっぱりコメントを見てもこの制度がどうなのかって思いますっていう方もいるし、あとやっぱりあこれプロテクターのためにこう隠れ身のじゃないですけどこう縫ってこうしてる、ね、いや縫ってるわけじゃない、別に縫う必要もなくて育成にするのはその球団の勝手だから。育成の人数は決まってないんですか？決まってないよ。だからソフトバンクなんか4軍制にするとか言ってるじゃん。そうだ、いやだからそれはもう、はい、法の抜け道じゃないけども、はい、もう歴史として罰せられることでも何でもないし、はい、その選手間と球団間がそれで了承すれば、はい、ね、育成に行けるわけだから別に、はい、うん、だからそれはあの取り立てて問題にすることではない。そうですよね、うん、あとやっぱ巨人が内海選手とあの長野選手をやっぱ取られてぐらいからみんなどこもあ危ないと思って必ずプロテクトしてこうやって。いやでもさ、まあ、長野だってね、はい、巨人に入りたくて、うん、ドラフト1を蹴って巨人が1位指名するまで待ってっていうようなことだし、内海、うん、はい、だって一時代エースと言われた男だよね、はい、巨人の。それをやっぱプロテクトができずにね、他に持っていかれたって、やっぱ巨人としてもさ印象悪いし心苦しいよ、はいね、これ巨人を擁護するわけじゃないけどもさ、でもその制度というものがそもそもしっかり固まってないというか、なんかみんなが納得いかないというかさ、だからそういう問題なんじゃないの。そうですよね、うん、だから俺が一番思うのは、まあ、さっきも言ったように翌年のドラフトの1位の権利を上げるとかね、はい、うん、そっちの方がいいと思うけどね。そうですね、まだ未知数で何の色もついてない選手、うん、一枠を誰を指名するかわからないけども、まあ、上げるという方が、うん、これはなんか綺麗だと思うんだけどね。うんうんうん、そうですね、うん、だからそら梶田の育成選手になったかと、いやクビにならなくてよかったなと思ったんだけどさ。そうですよね、梶谷選手が育成かって。もうまあでも平内とかもそうですね。そうなんですよ、まあ、名前挙げれば梶谷選手はじめ中川投手、高橋優希投手、うん、平内投手、あと立岡選手、はい、高木京介投手、それから太田投手、はい、山本投手、萩原哲捕手、それから横川海投手、うん、それから花田投手と。だからその若手の投手の名前挙げたけど、はい、うん、結構有望なんだよ。みんなそうなんだよ。いやそりゃさ、はい、ね、せっかくドラフトで取ってお金も払ってて、ね、で FA 取ったからって抜かれていったんじゃさ、はい、割合わないよ。まあ、そうですよね、うん、と思うよ。だけど巨人だけじゃなくて、うん、他の球団も FA でね、はい、そういう動きをしようとしたら、うん、育成にどんどんできるということだよね、はい、だから取れなくなるっていうことで、うん、そうですよね、うん、だからやっぱり豊さんおっしゃったようにちょっとルールを変えないと、まあ、変えた方が綺麗だと思うし、うん、はい、人的保障で移籍する人の気持ちを考えるとさ、うん、辛いよねやっぱね。そうですよね、うん、いきなり言われても明日から荷物まとめて、だってショックじゃない、28人にさ、うん、プロテクトされてない、例えばどうしようか、もうあのそのチームが悩んで悩んで28人を決めて、はい、29番目どっちにするかって言った選手を持っていかれるとするとさ、なんか持っていかれた選手は、あ、なんか俺って必要じゃなかったのかなとか、うん、はい、なんか辛いじゃない、その後の野球人生が、はい、一生懸命やってるのに、うん、だからその制度っていうかその抜け道をなんとかしてほしいな。そうですね、ちょっとここはなんか野球界全体で、うん、だから FA で移籍をするっていうのは選手の権利なんだよ、はい、ね、でその FA した選手も、うん、あ、契約が決まりましたと、うん、じゃあ人的保障でこれをもらいます、うん、この移籍した人も心苦しいよ、うん、そうですね、そうですね、うん、だからその心苦しさはさ、うん、なんとか取り除いてほしいよね。そうですね、後味が悪くならない、ね、うん、後味が悪いよ。そうです、ね、それはジャイアンツだって必死にそうやってプロテクトするの、その気持ちは分かるよですね。いや分かるよそれ、以前痛い目当てるので、いや本当 にだからそう取ることはルール上だから全然いいんだけどもさ、うん、だけどその人的保障とか、うん、
せめて金銭にしといたらいいんじゃないのと思うけどね、うん、金銭保証の方がいいかなって思います、ね、なんかおかしいよな いつからじゃあ人と人のなんかこう、ね、交換みたいになっちゃった人身売買じゃないからなそうなんですよね、うん、で豊さんも最初おっしゃってたようにこれをプロテクトでこうやって出したということは巨人はじゃあどこかから今選手もらおうとしてるとか、まあ、もらおうっていうか、まあ、FA で補強しようとはしてるよね、うん、ということはもうこのその動きがあるからこれを発表したっていうことですか、まあ、発表というか、まあ、おそらくそうだと思うよじゃないとやる必要もないしそうですよね、うん、ということは契約解除する必要もないしですよねということはこの数週間以内だったり例えば数ヶ月以内にやっぱり何かありそうだと、うん、ジャイアンツだから育成にしたっていうことが出たのかもわからないし、はい、他の球団もそそくさとやってる可能性があるよねそうですよね、うん、だから、まあ、それはルール上問題ないことだから取り立てて騒ぐことではないけども、うんはい、やっぱルールはやっぱちょっと見直していった方が俺はいいと思うけどね、はい、そうですね、うん、じゃないと、うんなあもうドキドキするよいやそうですよ毎年この時期ですもんいやいや契約解除みたいな、うん、書き方もさそうそうもうまさに首みたいな書き方するんじゃないよ一瞬ヒヤッとしますからねヒヤッとえ勝ちだいやだって伊能の流れがあるからさそうですよねそうですよいや伊能はしょうがないなと思ったんだけど、はい、ね、うん梶谷はえ梶谷もかみたいな、うん、あやっぱり手術した後は治らないのかなって考えちゃったよそうですよね一瞬ヒヤッとするので、うん、そこも含めて改善だったりとか変えていってほしいですね、まあ、そうだな、うん、はい、はい